今日はこちらハナナというベーカリーカフェにやってきております。こちらのカフェはオーナーさんが手作りの釜なんですけども、その釜で焼き上げている風味豊かなパンが味わえるそうなので、早速行ってみたいと思います。自然の中の山小屋風です。こちらが入り口になります。すごくお花もたくさんで、ウグイスも鳴いています。店内も山小屋風です。店内にたくさんのパンが並んでいます。こちらは好きなのを購入することができます。今食べてきました。今日は、ハニートーストを頼んだんですけど、そのトーストも薪をくべて焼いたパンに、アイスとあとフルーツを乗せて、クリームも乗せてっていうパンでした。ローストやスモークやコーヒー焙煎にも石窯を使っているそうです。自家農園の無農薬野菜も取り入れているので、すごく体に優しい食事が取り入れられます。こちらの鬼工房に手作りの薪窯が3基あるみたいです。こちらでハナナに出てくる料理のすべてを作っています。ここだけじゃないんですけどね。これが手作りで作られた薪窯です。間伐材の木をたくさん使って焼いています。こちらのオーナーさんの飯坂さんにたくさん、こだわりとかのお話を聞きました。今さっき紹介した、薪窯手作りですって言ってたんですけど、その薪窯だけじゃなくって、この建物全部じゃないんですけど、まあ、一部普通の人だったら作れないようなところを自分で木を切って作ったりとか、あとは、まあ、ピザとかはね、窯で作ってるのは多いと思うんですけど、ピザだけじゃなくって、中で本当に出されてる料理とかも、全部窯で焼いたりとかもしているそうです。たくさんの本当にこだわりが詰まったこちらの花菜、ぜひ皆さん、足を運んで来てみてください。平日は9時から夕方の5時半までで、土日祝は夜の6時まで空いております。お休みは火曜日なんですけど、火曜日が祝日の場合は振り替えで、次の日がお休みになります。アクセスはバスで泉大津から出てるそうなので、ぜひ、車でもいいですし、バスを使ってここまで来てもいいと思います。ぜひ、本当にここまでこだわったお店はここ以外にないって言っても過言ではないぐらい、すごいたくさんこだわっていたので、ぜひ皆様、食べてみてください。自然も満喫してください。ありがとうございます。